はい、石川です。前回ですね、マイクロプラスチックの、話をするとですね、予想通りなんですけども、結構コメント欄にですね、書き込みが多いんですね。あんまりひどいやつはちょっとね、削除したりとかもするんですが、多くのリアクションでですね、問題になるのは何かというと、怒りと恐怖なんですね。別にこうねですね、そのマイクロプラスチックの話をして煽りたいわけではなくて、現実の話をですね、しっかりと受け止める必要があるよって話なわけです。一般的なマスコミとかが、出しているような、こう何かを宣伝するためにですね、恐怖感を植え付けるっていうものではなくて、恐怖の、感情が引き起こされた時って人って物を買いやすいので、そういったことを意図した動画ではないんですね。現実的なアクションをどうするかってことにですね、落とし込んでいってほしいなというふうに思います。で、マイクロプラスチックを避けるためにですね、3つの行動を、考えていく必要があるんじゃないかなという普段から僕は思っていて、1つはですね、まずは可能な状況ではですね、加熱されたプラスチックを、なるべく避けるようにしていく、これしかないんじゃないかなというふうに思っています。で、プラスチックというのはですね、全般的に加熱することによってその溶け出る量が増加していくんですね。だから、プラスチックの容器に入れてですね、加熱するとか電子レンジで温めるというのはマイクロプラスチックを増加させる行為なんで、あえてやる必要はないだろうと。加熱するんだったらそのガラスとか陶器に移して加熱した方がいいですし、冷たくて食べれればいいんじゃないかなと思うのも結構あるんですね。だから僕は基本的に冷たいご飯とかも好きだったりするんで、あまり温めたりするってことがないんですけど、どうしても温めたいのであれば、そういった形でそのなるべくプラスチックに接することがない状態で温めた方がいいんじゃないかなと、お弁当とかをね、昼に温める人もいますけど、プラスチックのお弁当箱を平気でこう電子レンジ入れる人もいるんですけども、そういった行動は、意識的にですね、変えることによって明らかにそのプラスチックの暴露量を減らすことができますよね。あとはペットボトルの水ですけども、コンビニで買うときはね、そのお水冷えてるんですけど、輸送の過程ではかなりね、温められて、直射日光を浴びた状態でトラックで運ばれたりもするわけなんで、そもそもはですね、温められていると。で、南国であればあるほどね、輸送されたばかりのペットボトルを触ってみると分かると思うんですが、もうほとんど中お湯なんですね。だからいかにね、この加熱したプラスチックからですね、遠ざかる行動を、こまめに続けていくかってことが大事だと。例えばホテルとかですね、そのお味噌汁みたいなおね継ぐようなこう容器あるんですけど、それ実際にはですね、お椀のような形をしているけれども、実際はプラスチックができているお椀だったりしますよね。だからコーヒー用のカップとかね、ちょっと大きめのコーヒー用のカップがあればそっちに入れてなんてことでもですね、ちょっとしたプラスチックを避ける行動になったりするわけです。それから、行動としてはですね、やってほしいのが2つ目はですね、よく水を飲むことなんですね。で、マイクロプラスチックはですね、前回からお話したように血液中に溶けていますし、それから血液から作り出した尿の中にもですね、マイクロプラスチックは明らかに含まれています。それはもう研究データとして示されてですね。ということは、尿からですね、プラスチック出てってるわけですよ。だから体内に入っているマイクロプラスチックを出すということに対して、尿ってものすごく有効な方法なんですね。で、同様にですね、便を出すこととか、それから汗をかくことも、マイクロプラスチックの排出量を増やすことになります。だから、便秘の人であったりだとか、汗かかない人ね、運動しない人っていうのは当然蓄積してくる量が大きくなって、それの影響を受けやすいわけです。だから、便とか尿とか汗をしっかり出すこと、便の中に含まれているマイクロプラスチックっていうのは最近検討されていて、便の中に含まれているマイクロプラスチックの量の多い人がですね、潰瘍性大腸炎とかクローン病と言われるような炎症性腸疾患の患者ではですね、明らかにその便の中のマイクロプラスチックの量が多いんですね。だからたくさん取ってる人はそういった腸の疾患にもなりやすいかもしれないということが言えるわけです。なので、食品からですね、いかにこう入れないようにするかと同時に、いかにこうですね、出す経路をちゃんと開いておくか、マイクロプラスチックをですね、腸内に長くとどまらせることになる。そうするとですね、たくさん吸収されることになるんで、便秘はやっぱり良くないなということをですね、しっかりと認識してもらった方がいいというふうに思います。から3つ目はですね、運動をして汗をかいてもですね、その時に実は逆効果になることがあるんですね。それは何かというと、その化学繊維のシャツで汗をかくようなことをしないってことが大事なんですね。これは何かというと、研究データで示されてるんですけども、化学繊維のシャツを着てですね、速乾性のシャツみたいな感じでこうランニングの時に着てる人いると思うんですけども、そういうのを着て運動することあると思いますが、人間の汗がですね、そのマイクロプラスチックからですね、有害物質を誘導して、
で逆に汗の中にそれが溶け込んで、そして皮膚から再吸収されてしまうということが起こりうるということですね。新しい研究で報告されてですね、これはバーミンガム大学の研究なんですけども、マイクロプラスチックがですね、汗と接触すると臭素系の難燃剤、プラスチックの性能をですね、まあ、向上させるために使用させる化学物質ですけども、そういったものが汗の中に溶け出して、そしてそれが皮膚を通じて吸収されるってことが示されてですね、同様に制汗剤、汗を抑えるものとか、それからファンデーションとかにですね、同様の有害化学物質が皮膚から吸収されるのを促進されてしまうと、汗をかいたときに汗に溶け込むことによって吸収させてしまうということなんですね。で通常有毒なですね、まあ、化学物質というのは水に溶けないんですけれども、マイクロプラスチックがですね、その人間の汗にこう溶け出るのかとかね、そういったことを見た研究だったんですけれども、実は汗の中にはですね、その油の成分、皮脂の成分があるんで、油の成分があるわけです。ということで逆にですね、マイクロプラスチックにその油の成分が接することによって、そこからですね、有毒な化学物質を引き出してしまうということが起こる。そうなると皮膚からですね、まあ、吸収されるということが起こるんですね。だから、運動をするような状況とかね、汗をかくような状況っていうのはなるべくですね、まあ、化学繊維のものではなくて、綿の衣類を着ることが望ましいよということですね。だから、まあ、当然下着とかはね、やっぱり綿の方がいいんだろうなというふうに思います。で、まあ、こういったね、1年365日毎日どうやってもですね、マイクロプラスチックから逃げることなんかできないんですね。ただ、少しでも避ける努力をするってことが大事なんじゃないかなと。まあ、これはですね、まあ、毎日の積み重ねなんで、ほんのちょっとのことをするだけでですね、1年後2年後で大きな差が出てきますよって話なんですね。その、例えば 1% ですね、余計にもらってしまうと、まあ、複利なんで365乗するとね、37倍になりますよって結構有名な話だと思うんですけれども、たとえ 0.1% だったとしても365回ですね、繰り返し繰り返し暴露にさらされるということを考えると、やっぱりですね、トータルで影響を受けるのは 1.5 倍ぐらいなんですね。逆に、0.1% でも減らすことができればですね、365乗すると、まあ、0.7 になるので 70% ぐらいなんで、で1日の差はですね、わずか 0.2%、 0.1% 増やすか 0.1% 減らすかで、わずか 0.2% でですね、まあ、積もり積もればですね、その影響というのは1年で2倍になるわけです。だから、強心的にですね、何から何まで避けようとする必要はないですし、まあ、そんなこと不可能なんですね。ただ、少しでも減らすことをやってみたらどうですかって話なんです。水を飲むこととかね、それから便秘にならないことっていうのも非常に重要な要素だっていうことをですね、まず理解して、この研究結果をですね、まあ、聞いてほしいんですね。決してですね、その、まあ、あなたの行動を、否定するとかですね、それから無駄にですね、恐怖を感じる、心配になってしまうってことをするんじゃなくて、その怒りとか恐怖でですね、自分の行動をその興奮した状態で選択しないように、情報に対する、賢いアクセスってことをですね、まあ、意識して生活してもらうのが大事じゃないかなというふうに思います。だからこういった研究結果を聞いたときに、まず現実的なアクションというのはね、何かってことをね、考える癖をつけてもらうといいかなと思います。今日の話に役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。